皆さんこんにちは。私は大阪シオン教会の足立隆夫と申します。今日は6月の1日木曜日、テトスの手紙の1章1節から16節、指導者の資質と信徒の霊的分別というテーマでご一緒に御言葉を学んでいきたいと思います。6月に入って少々蒸し暑くなってまいりましたですけれども、どうぞ共に御言葉を学んでいきましょう。テトスへの手紙1章1節から16節。神のしもべイエス・キリストの使徒パウロから、私が使徒とされたのは、神に選ばれた人々が信仰に進み、経験にふさわしい真理の知識を得るためで、それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくものです。神は定められた時に御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主である神の命令によって委ねられたのです。同じ信仰による誠の我が子テトスへ、父なる神と私たちの救い主キリストイエスから、恵みと平安がありますように。私があなたをクレタに残したのは、残っている仕事の整理をし、私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命するためでした。長老は避難されるところがなく、一人の妻の夫であり、子供たちも信者で、放蕩を責められたり反抗的であったりしないことが条件です。監督は神の家を管理する者として、非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、乱暴でなく、不正な利を求めず、むしろ人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で、自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉を、しっかりと守っていなければなりません。健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを戒めたりすることができるようになるためです。実は、反抗的なもの、無益な話をするもの、人を惑わすものが多くいます。特に、割礼を受けている人々の中に多くいます。そのような者たちの口は封じなければなりません。彼らは、恥ずべき利益を得るために、教えてはならないことを教え、いくつかの家庭をことごとく破壊しています。クレタ人のうちの一人、彼ら自身の預言者が言いました。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠け者の大食漢。この証言は本当です。ですから、彼らを厳しく戒めて、その信仰を健全にし、ユダヤ人の作り話や真理に背を向けている人たちの戒めに心を奪われないようにさせなさい。清い人たちにはすべてのものが清いのです。しかし、汚れた不信仰な人たちには何一つ清いものはなく、その知性も良心も汚れています。彼らは神を知っていると公言しますが、行いでは否定しています。彼らは忌まわしく、不従順で、どんな良い技にも不適格です。さて、今日からテトスの手紙を学んでいきたいと思います。3章だけですので、3日間で終わってしまいますけれども、さあ、このテトスの手紙、テトスという人にパウロが送った手紙であります。目的は何か、クレタ島というところにですね、教会があったんです。しかしこのクレタ島の教会の中にさまざまな問題がありました。この問題を解決するためにこのテトスが使わされているわけです。このテトスを通してパウロのメッセージによって教会の中にある問題が一つ一つ解決していく、これがテトスの手紙が書かれた目的であるわけです。さあ、この教会が成長していくために、
どのようなことをしなければならないのか、パウロは具体的にテトスに指示を与えているわけです。まず最初に5節ですね。5節、私があなたをクレタに残したのは残っている仕事の整理をする。テトスが一人残ってですね、あることをします。それは何かというと、私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命するためでしたということなんです。クレタの教会にはですね、長老がいなかったんですね。誰がリーダーであるかということが不明確だったんです。どんな組織でもですね、リーダーというのが必要ですね。リーダーがいなければみんなが思い思いに発言してしまって、教会が一致することができなくなってしまいます。かつて私は小さな教会をですね、開拓で進めようとしていました。その時にみんなでいろんなことをやった方がいいと思っていたので、特に役割を決めずにみんなで話し合いましょうと言いました。しかしそれはあまりうまくいきませんでした。なぜなら、みんなが、ね、思い思いに意見を言ってしまうとですね、いつまでたってもまとまらないからなんですよ。ですから、ね、いろんなところにリーダーやまた指導する人を立ててですね、その人たちを中心に進めていくというのはとても大切なことです。クレタの教会も同様にですね、長老を立てて、この長老を中心に教会の運営を進めていくようにとパウロはアドバイスしたわけであります。さあ、どんな人が長老にふさわしいのか。非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、子供たちも信者で、放蕩を責められたり反抗的であったりしないことと書いてますね。まさしく、人格的に優れた人であるっていうことと同時に、家庭をよく治めることができる人なんですね。小さな自分の家庭を治めることができる人、それこそが、教会全体をも治めることができるのだとアドバイスしているわけです。さらに、7節ですね。監督は神の家を管理する者としてと。この長老も監督も、同じような意味合いです。ね、監督は、こんな人でなければなりません。今度は、ね、わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、乱暴でなく、不利な利を求めず、これも、同様にですね、人格的に優れた、人から非難されない人、さらには、人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で自制心があり、と続きます。クリスチャンとして、本当に、ふさわしい人たち、そういう人がこの監督であったり長老であったりする教会のリーダーとして選ばれるべきだとパウロは語っているわけでありますね。なぜならこのリーダーというのはね、人を戒めたり人に意見したり指導したりする役割ですから、ね、霊的に満たされてなければなりませんし、同時にですね、人々の模範でなくてはならないわけですよね。やっぱリーダーを見て、また長老を見て、人々は教会全体を把握しようとしますから。ですからリーダーが正しければですね、皆それに従うことになりますから、彼らは模範的な人でなくてはならないとおっしゃいました。私たち牧師もそうですよ、ね、私たちが牧師が特別に優れているわけではありませんし、ね、牧師だけが正しければ良いわけではありませんが、しかし牧師は教会の模範としてですね、信仰生活を送らなければなりません。足りないところはたくさんありますし、できないこともいっぱいあります。それでも霊的リーダーとしてですね、教会を導いていく必要があるわけです。さらに、クレタ島の中にはですね、大きな問題がありました。それは偽教師の問題です。嘘や間違った教えをない教会の中に持ち込んで来ようとする人たちがいたわけでありますね。まことしやかに正しいかのようなことをたくさん言うんです。ね、これは例えばどんなことかというとですね、もっとあなた、一生懸命頑張らなければ祝福されませんよとか、もっとたくさん献金した方が、ね、天国に近くなりますよとかいうようなことですね。そういったことってね、明らかに間違ってるとは思えないんですよ。ね、真面目な人に限ってですね、そのように頑張ろうと思います。こうして、ね、本来聖書の中に書かれていない教えが教会の中に入り込んでくる。つまり、行いによって救われるようなね。ね、頑張ってる人が、ね、
大切にされるようなそういった考えが入り込んでくるんです。でもそれはこの世の価値観と同じですよ。頑張っている人、力のある人、能力のある人たちが出世しますよね。で、同じことが教会の中でも語られるようになると、ね、霊的な教えが弱くなってしまいます。ですから、このような偽教師たちに決して騙されてはならないとパウロは語るわけであります。クレタの人たちに言われていた、ね、言い伝えのような言葉があります。それは12節。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠け者の大食漢と、まあ、こんな風に言われていたそうですけれども、そうなんだと。彼らは嘘をつくんだと。彼らはこういったまやかしを言うんだということを、ね、パウロは人々にしっかり伝えなさいよとテトスに教えているわけです。これは我々の信仰にも言えることですよ。私たちもね、長年の信仰生活の中で少しずつね、間違った教えをですね、教え込まれてしまうことがあります。先ほども言ったように、もっと頑張らないといけないとか、もっと長く祈らないといけないとか、ね、聖書を何回以上読まなければならないとか、それらのことは全て良いことではありますが、しかし、そうでなければ救われないとは神様はおっしゃらないわけですよ。ね、私たちはどうして救われたのか。信じて救われたんですよね。ね、救われた時に信じる者は救われますよと言われて救われた。そのことは実は変わりがありません。教会の中にこういった間違いが入り込んできて、人間的な、この世的な教えの中でですね、教会が惑わされていきました。ですから、パウロは、ね、このような間違った教えの中から、どうかこの教会を守ってほしいと。ね、この教会を正しく立て上げてほしいと、そのように願い、人々が霊的に正しく歩むことができるようにと、テトスを使わせたわけであります。そのために、ね、テトスの、ね、助けてのなるような人たちを、それが長老であり、監督であり、そのような正しい人たちを選ばなくてはなりませんと、パウロは語っているわけでありますね。私たちはどのように導かれ、どのように祝福されたのか、ね、ぜひ皆さん思い起こしてください。我々は自分たちが優れているから、能力があるから、力があるから、頭がいいから救われたわけではありません。一方的な神様の恵みによって救われましたし、神様の憐れみによって今素晴らしい祝福された信仰生活を送らせていただいている。そのことを忘れないように、またそのことを人々に伝えることができる模範になるような信仰生活を私たちは送らせていただこうではありませんか。愛する皆さん、あなたは正しい信仰を持っておられるでしょうか。人間的な価値観の中にいつの間にやら信仰生活まで落とし込まれていないでしょうか。私たちは神の価値観の中に生きるものだということをしっかり心に留めてください。そうすれば主はあなたを豊かに祝福してくださいます。どうぞこのことを覚えて、この世の価値観ではなく神の価値観に生きるものとならせていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、感謝します。主よ、どうか私たち一人一人が常に主にあって清く正しく歩むことができますようにお導きください。この世の価値観に惑わされることなく、主を見上げ霊的に歩むものとならせてくださいますように。すべてを主にお委ねし、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。